はようございます。メイクしてきます。さっきメイクする前にちょっと朝からさ走ってさコスメ買いに行ってきたんよ。プチプラのコスメ最近なんか新しいのないかなと思っていろいろ買ったんだけど、ニューって書いてるカラーを極力買ったから、あとまあ SNS で人気のやつとかちらほら買ったんで、それ使いながらオールプチプラでメイクしようかなと思います。今下地はね塗った状態から始めるんですけど、黒い服に合うメイクしたいなと思って、黒い服の時って結構なんだろう、メイクをちゃんとしてないと顔が逆にこう負けちゃうというか、黒ってはっきりしているだから、薄すぎるメイクすると映えんし、濃すぎるメイクするとケバいしって、ちょっと難しい塩梅だなと思って、黒いトップスに合うメイクをします。なので今日黒いトップス着ました。気になったのがさ、キャンメイクでアイベースを買ったんだけど、これなんか新色みたいで、アイメイクのお悩みにつって、これ塗りすぎたら逆によれるから、ほんと米粒一つ分をなじませてくださいって書いとったんやけど、なんかね、発色持ちアップ、にじみ防止、ウォータープルーフって言って、黄みのあるタイプのベースみたい。まあ、私結構色素沈着とかで目の周りがちょっと黒いので、アイベースちゃんとしてね、整えなきゃなって、ほんとこんぐらい。米粒一つ。うっすらね、黄色みたいな感じ。なんだよね。なんでアイベースを急に買ったかというと、なんか普通にデパコスでアイシャドウを探してる時に、アイホールまで全部ファンデーションとか叩き込んでないですかみたいな、崩れやすいんでアイベースで目回りはしてくださいみたいな、アイベースしてアイシャドウしてくださいみたいな、じゃないと寄りやすくなっちゃうんで、ファンデとかまでガンガン塗らないでくださいって言われて、その時提案されたアイベースがなんか4500円ぐらいの高いやつ提案されて、みたいな。いや、アイベース確かに過去の動画でなんか昔使っとったりしてた、 Mac のアイベースとか、そここのアイベースがめっちゃ良くて、まあそりゃ4500円するかみたいな。一旦ちょっと最近アイベース離れしとったから、安めのやつ探しとったらちょうど新作ってかあったからね、使う。結構ねしっとりしてんの、しかも伸びがめっちゃ良くて、これ試したんやけどテスターで、米粒一つでなんならもう両目いけるぐらい伸びがいいです。多分本当は米粒一つをまぶた全体にお推奨しとるけど、片目ずつ。私はなんかこう伸び良すぎてたくさんつけると逆にみたいな書いてたからさ、米粒一つ分を両目に塗るから結構これかなり持つんじゃない、安いのに。ちょっとしっとりな感じかな、発色よくなるからちょっと楽しみ。はい、これのせて。フェイスパウダーはイハダ最近買ったんやけど、日本でも人気ないけど中国でも注目されてるっていうので、この間買ってアットコスメで、ブルーライトカットとか空気中のホコリとかから守ってくれるみたいなやつで、のせたらびっくりするんだけど、すっごい綺麗なねマット肌にしてくれるんよ。アイベース塗ったし、ちょっと上からねこういうパウダーのせてなじ馴染ませる。私下地塗って気になるところだけコンシーラーで隠したんやけど、このねイハダのねカバー力がすごくて、大きめのブラシでふわーってのせるだけでね、すっごい毛穴ゼロのお肌になるけんおすすめ。最近結構ねマット肌にしたい時とかはこれ塗ってる。めっちゃ陶器肌ならんこれ、すごいよね。はい、こんな感じです。続いて眉毛。眉毛は既存のやつでやっちゃうからタチャッとやるな。既存のやつヘビーローテーションの2番のアッシュブラウン使います。これはおなじみの風味のやつで、もうこれはもうちょっとちゃちゃっとやるで、ほんま眉毛の形に沿って。てか眉毛最近ちゃんとさここら辺まで生えてきたんだけど、すごい。スカルプ D のまつげ美容液、ちょっともうなんかちゃんとスカルプ D のまつげ美容液塗るとさちゃんと濃くなるけんさ、ちょっと眉尻も濃くしたいなと思ってついでに塗るんだけど、毎日マジ濃くなったわ。昔なんか眉毛なさすぎてさペンシルでしっかり描かないとなかったんだけど、今もうパウダーだけでいいもんね。すごい効く。スカルプ D のまつげ美容液に関しては愛用歴が上京した時と同じぐらいなんで7、8年使ってるっていう、お世話になってます。はい、ちゃちゃっと今塗りました。まあ色味はちょっとねオリーブっぽいアッシュっぽいような色味を使って、黒色のニットなんで合わせてます。眉マスカラもキスミーのいつも使っている4番のナチュラルブラウンで色を軽く塗りますね。髪色をちょっと暗くしたからさ、こういう暗い服はすごい合うようになったから、よりこう暗い髪に合うメイクでも今回あるんですけど、はい、眉毛完成。続いてアイシャドウを買ったんですよ。なんかこのセザンヌのニューって書いてる、ほらトーンアップアイシャドウの11番トープブラウンってやつ。なんかブラウンの使いやすいアイシャドウを最近買ってなかったなと思って、ちょうどいいじゃんと思って。色味がね結構こんな感じでパール感のあるピンクっぽい感じのベースに、ちょっとこれがねこの色がめっちゃきらめいてて可愛いから早く使ってみたいんだけど、まあ、こんな感じ。はい、まずこの薄いピンクのカラーを筆にとって、おーパール感すごいな。まぶた全体にのせます。これはあれか、アイベース塗ってるからよりこう発色が綺麗なのかも、もしかしたら下まぶたも全体に
ほんのりピンクって感じね。続いてこの真ん中のカラー、これは黒いニットとめちゃくちゃ相性良さそうな色よね。絶妙なこのブラウンっぽいくすんでる感じ、かわいい。二重幅にのせます。ちょっとカーキ寄りな印象もあるから、眉毛のカラーもカーキっぽい感じしたんですけど、うわーすごい綺麗。一気グッと目に深みが出たな。うん、いいね。パール感がすっごい綺麗やな、セザンヌ。こういうくすんだ色塗ってもパール感が綺麗だから全然目が重くならない。下まぶたにもちょっとうっすらのせました。こっち濃いめで内側に向かって薄くみたいなのせ方です。最後締め色塗ります。際にのせていきます。際に、まつげの際に。下まぶたのこの目尻にも黒目までのせます。いいね、一気にこう目が締まる、塗ったのと塗ってないので。アイシャドウベースをしたからか発色がやっぱすごいいい。大きめの筆でしっかりこうなじませてあげる。今回アイライナー引かなくて、その代わりちょっとさっきの締め色でアイラインみたいにちょっとオーバーに塗ると目が大きく見える。はい、次マスカラしていきます。マスカラはヒロインメイクのね、ボリュームカールマスカラの1番。プチプラだったらこれが好きやな、結構。ブラックです。ちなみにしっかりまつげ上げた状態で、やっぱ黒いトップするときは黒いマスカラじゃないと合わんな、あんまり。下まつげもこの細いバージョンのヒロインメイクのやつで塗ります。はい、マスカラ塗りました。次に買ったこの二重強調ライナー、これなずっと気になってたけど買ってなくてついに買いました。二重強調ライナーは二重強調するというか、私涙袋を最近ちょっとキラキラにしたりとかその好きで、涙袋強調するために描くやつが欲しくて、なんかアイブローペンシルでやってたんやけど、ちょっと硬すぎてやっぱライナーの方がいいなと思って買いました。なんか新色でピンクが出とったんやけど、結構赤みが強いからグレージュのカラーが一番いいみたいな書いてる口コミ見てグレージュにした。うん、自然だね。洗ったとこにめちゃくちゃいいやん、これめっちゃ使おう普段から。せっかくね涙袋作ったからキャンメイクのクリーミータッチパールの2番でキラキラさせるよ。このね黒目の下の際と、あと目頭のとこにくの字に。これが細いペンシルだから結構入れやすくて、この際に入れるとほんと目が白く見えるよね、くの字のとこ。はい、目元完成したんで、続いてこちら生プニ質感フェイスカラーの1番アプリコットグロー。これすごいさ SNS で話題じゃない、なんかよく最近見るんだけど、やっと買いました。私のマネージャーさんがすごい推してて、最近こればっかでお顔作ってるって言ってて、質感がすごいプニプニしてて、ウォーデファコスとも似てるっていう結構バズってるやつなんですけど、これを使っていきます。これをハイライトで、おめっちゃプニプニだ。こういうやっぱ冬はさ質感がプニってしてるやつの方が肌密着するよね。粉っぽいハイライト塗るとさ逆にこう粉札みたいになる時あるじゃん。えいたい鼻の頭かゆくない、ちょんってこうのせた。かわいい目頭のこの中心と鼻の頭、えめっちゃかゆくない、質感やば。あといつも通りだね、ここにちょん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 、すっごい発色するねこれ。あとシーゾン、なんかアイシャドウベースにもなるな、これ結構くすみ飛びそう。パールが綺麗、馴染むね肌に。あとここ唇の、おー、ツヤ感分かりやすいね、助かるわ。あと眉下とかのせようかな、ツヤ感綺麗やね、これ買ってよかった。ほんでチークにこっちは使います。これ何でも合いそうなカラーよね。こっちもプニプニ系なんだ、ちょっと丸くこの辺にのせると。別にしっとりはしてない、触った時はプニだけど、のせるとちゃんとねフィットするから、ベタベタせんな。赤リップとかにも似合いそう、この色ベージュピンク系とか、発色がいいです。うん、いいね、薄めにちょっとつけた。
最後リップよ。リップは大好きなね、私のウォータリーティントリップ。これ最近ピンクベージュばっか使っとんやけど、マジで毎回光る。どこのリップかわいいみたいな。セザンヌなんよ、600円なんよって毎回言うのが楽しいんだけど、それの5番を買いました。この色なら絶対合いそう。すごいかわいい色。これはですね、色味がプラムレッド。黒に真っ赤は、まあ合うけど、プライベート使ってると赤いリップ塗ってんなーっていう、結構キメキメにしたいパーティーっぽい感じになるから、ちょっとプラムカラーにしました。マジでこれ大好きなんだよね。なんかこのチップのとこが薄くてさ、すごい好き。結構柔らかいから、チップがこういう細かいとこにものせやすい。最近唇私薄いから少しだけオーバーに塗ってます。唇薄いと愛情、なんていうの、恋愛で淡白って言われた人相占いみたいな、ね、勝手に顔見られてさ、唇薄いねみたいな、恋愛薄いでしょみたいな、愛情たっぷりやん。このままだとちょっと濃いめなんでティッシュオフします。やっぱ大好きだなこれ。うん、かなり残る。さっきテスターでさ手にのせたのも全然残ったままやもんね。ここ見て、しっかり残る。うん、いいね。アイシャドウとも色味が統一されて。あ、やべ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 、みんなもうみんな大好き。シェーディングの時間やってなかったやん。セザンヌね、大好きな2番でもう毎回よ。私もすごいですねって言われるんやけど、コメントでもう顎の下までこうやってブワー入れるけん、これ早送りしてない今、私の手の速度よこれ。これはなんぼでも塗っても全然肌なじみがいいんで、このカラーは大好きです。もう日常使い、これで締めんといけんやん。しっかりメリハリないとね、やっぱ黒いね服着るとね、凹凸感がちゃんとないとベーンってのっぺりした顔が目立っちゃうからさ、眉下と鼻先やるとすごいチョンってした忘れ花になる。アップね。じゃあメイク完成したんで、ちょっと髪の毛してきます。はい、メイク完成しました。どうでしょうかね。結構でも暗い髪に合ってない、黒いトップスとかと。なんか時間経ってきたらさ、めちゃくちゃこのプラムレッド、セザンヌのやつが可愛い色で、赤だとちょっと男性の前とかだったらパキッとしすぎるっていう時にめちゃくちゃいいね。色っぽい口元600円で作れる、うん目元もね、すごい黒負けしないようにしっかりと深みのある目元になった気がする。うん、いいんじゃね、いいんじゃね。はい、もう春来るけんさ、ちょっと何のメイクしようか悩んどんよ。よかったら男の子でも女の子でもいいから、こういうメイクしてほしいってなったらコメントください。コメントお返します。では